こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。コンビニ支払いの仕方が、セブンイレブンのやり方の流れがわかりません。ぜひ教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。この動画は視聴者様から質問がありましたので、ぜひお答えさせていただきます。まず、商品がメルカリで売れましたら、商品の梱包をします。 その後、メルカリで商品の発配送方法を選択します。セブンイレブンにメルカリで売れた商品を持って行って、スマホのメルカリのバーコードをレジの店員の方に見せてください。それをレジの方がスキャンしますので、それで配送終了となります。あとは紙をもらいますので、 それが、あの、配送の、あの、証明となります。ぜひ、試してみてください。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げる、マルヒーマーニアのプレゼントします。なぜ10万円稼げるかを、詳細に記載しています。ぜひ、お楽しみにしてください。登録した際に、ニックネームかスタンプをお願いします。 よろしくお願いします。本日は最後に見ていただき、ありがとうございます。番組登録お待ちしてます。よろしくお願いします。ありがとうございました。